品事業者の皆さん、日々の対応お疲れ様です。新型コロナウイルスの感染拡大というこれまでに経験したことのない状況の中で、心身ともに大変ご苦労が多いこととお察しいたします。食品トレースビリティの取り組みについてはセミナー形式で皆さんに直接ご説明しておりましたが、昨今の状況を踏まえこのように映像で配信することにより皆さんにご説明ご提供させていただきます。早速ですが、平成30年に食品衛生法等が改正されて、トレーサビリティに関して大きな改正があったようなんですが、教えていただけますか？はい、2つのことがありますのでご説明いたします。まず1つ目は HACCP に沿った衛生管理の義務化です。この対応については食品事業者の皆さんが所属されている団体で手引き書が作成され、これに沿って対応されておられると思います。そして2つ目は食品リコール情報の報告制度の創設になります。万が一に食品事故等が発生した場合には自主回収をされます。その際に自治体への報告が義務化されるものです。こちらの方は自治体の条例によりすでに対応されていると考えております。手引き書があったり、またすでに自治体の条例で対応済みであったりということで、今更と感じておられる方もいらっしゃると思うのですが、いかがですか？そうですね、確かに今更という感じがする、そういったところなんですけれども、実は食品事業者の皆さんのトレーサビリティの取り組み状況がなかなか進んでいないんです。大手の事業者の方々は納入先から求められることで、すでにしっかりと HACCP もトレーサビリティも対応できていると思っています。しかし中小の事業者の方々は比較的取り組みが進んでいない実態にあるんです。入荷や出荷の記録を一定の期間保存する取り組み、これを基礎トレーサビリティと呼んでいます。毎年私どもの統計部が実施している調査では、すべての出荷記録を保存していると答えた生産者は8割弱、すべての入荷や出荷の記録を保存していると答えた流通加工の事業者は7割から8割となっています。また原料と製品を結びつけ記録し保存する取り組み、これは内部トレーサビリティと呼んでいます。こちらは4割強という結果なんです。そうなんですね、平成30年度までは取り組み率が下降していたんですね。いずれも 100% となっていませんが、令和元年度は少し上向きに変化している状況なんです。そして農林水産省の基本施策をまとめた食料農業農村基本計画では、生産者における基礎トレーサビリティの取り組み率及び流通加工業者における内部トレーサビリティの取り組み率を向上させるため、フードチェーンを通じた新たな推進方策を策定し、推進方策に基づいた食品関連事業者等への普及啓発を実施するとされており、しっかりと普及啓発の推進が求められています。先ほどお聞きしましたように、HACCPに沿った衛生管理が導入され、またリコール情報の報告が義務化をされる、言い方を変えれば食品等事業者の皆さん方全体にしっかりとした衛生管理が広がるということなんですね。食品業界全体にしっかりとした土台ができるということなんです。私どもはこれをチャンスと捉えて、令和元年5月から令和2年11月にかけて現場に精通された10名の方々、こういった方々にお集まりいただいて、トレーサビリティの取り組み率を向上させるための方策を検討したところなんです。検討委員の方々にはこの動画の中でメッセージをいただきます。具体的には実態を把握するために、中小の事業者に的を絞り込んで約5000件の皆さんにアンケート調査を実施しました。そしてトレーサビリティ推進の検討にあたっては、トレーサビリティには速やかな商品回収のためのトレーサビリティと、産地偽装防止のためのトレーサビリティ、大きくくくってこの二面性があるということを再確認しました。その上で食品衛生法等の改正を受けて、万が一に食品事故等が発生し商品回収を行う、そういった場合に市中に事故品を残さないことを基本として、フードチェーン全体で必要最小限でより速やかな商品回収を行うための基本的なルールを整理する、これを検討会の目的としました。また事業者の皆さんのご負担を極力軽減できる方法でトレーサビリティに取り組んでいただけるよう、いくつかのモデルを作成して皆さんにご提供すること、これを成果目標として検討を進めました。
トレーサビリティの導入と聞くと難しいなと感じられる方も多いと思います。そんなことはありません。今皆様がお持ちの伝票であるとかチェック表、こういったものを線でつなげることがトレーサビリティにつながります。ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。トレーサビリティは特別なことをする必要はありません。すでにつけている製造記録、HACCPの記録と合わせて工夫してみてください。日々記録、すぐにたどれるトレーサビリティ、顧客の信頼、私らの誇り。私たちの日々の食卓を鮮やかに彩り、美味しく楽しく食事ができるのは、食品産業に関わる皆様の絶え間の努力のおかげです。ありがとうございます。その皆様の日々の努力をトレーサビリティという形できちんと記録に残し、卸さん、小売さん、そして消費者へと確実に途切れることなくたすきをつなぐことにより、日本が誇る豊かな食文化を守り発展させていきましょう。私たちは皆様の日々の努力に感謝し、今日も美味しく楽しく食事をいただきます。トレーサビリティはペン一本から始められます。皆様が日頃製造中に感じたこと、気づいたことを伝票や日表に記入することで始まります。ぜひ皆様もトレーサビリティを始めてください。検討会ではいくつかのリーフレット等が作成されていますが、まず自己対応、あなたの会社は大丈夫について教えていただけますか？はい、ここからはこの動画と同時に配信している3種類のリーフレット、これをお手元にお聞きください。ところで仙石さん、このリーフレットの表紙を見てどのように感じられましたか？はい、まずドキッとしました。事業者の方々でしたら身につまされるようなインパクトのある絵にとてもドキドキしますね。まさか農林水産省が作ったリーフレットだとは思わないんじゃないでしょうか。とても斬新だと思いました。私たちもまずそこがポイントで、何だろうと思ってまずはリーフレットを取っていただく、ここからスタートということになります。事業者の皆さんにも事故の経験をしたり、事故まではいかなくてもドキッとしたりヒヤッとしたことは作業の中ではあるのではないでしょうか。事故が起きた場合は商品の回収が発生します。当然ですが取引が中止されます。会社そのものの信頼が失われてしまい、社員の給料が払えなくなり、会社そのものが守れなくなる。その次のところまでは出てきませんが、今皆さんが思い浮かばれているような状況になります。こうならないために次の2ページの方に進みます。2ページの上半分には食品衛生法の改正内容、HACCPに沿った衛生管理が義務化されること、そしてリコール情報の報告が義務化され公表されることを記載してあります。下半分がこのリーフレットのポイントになります。すでにトレーサビリティの対応ができているのに、そもそもトレーサビリティの言葉に拒否反応を持っていて、取り組む前から無理だと思っておられる方々へのメッセージになります。生産者の方には出荷の伝票を保存しておくこと、製造加工や卸小売業者の方には入荷と出荷の伝票の保存、また製造工程の記録と保存となっていますが、これって特別なことなんですか？これは特別なことではありませんね。日々の対応の中でごく自然に取り組まれておられることと思っております。ご商売をされていれば当然チェックが入るものです。これがトレーサビリティの第一歩ということに気づいていただくこと、これが重要と考えているんです。なるほど、気づきの周知ということなんですね。そうです、気づきの周知なんですね。できていることに気づいていただくことが重要ということなんです。それからこれまでもトレーサビリティに取り組もうと思っても、ロットの大きさをどうすればよいのか、記録の保存期間はいつまでなのかといったことがはっきりしていなかった、こういったことも取り組みが進まなかった原因の一つであったのではないかということです。食品の安全性と信頼関係を高めるため、さらには万が一に事故が発生し回収を行う場合には市中に事故品を残さない、
最小限の回収となる仕組みを構築する、これを基本的な考え方としました。そしてロットの大きさは原則として賞味期限または製造年月日としました。これは消費者目線で簡単にわかる表示は賞味期限ということになるからです。それから記録の保存期間については少なくとも製造した商品が市中にある期間は関係書類を保存しておくこと、これを基本の考え方として賞味期限の年月日をその期間としました。そしてそれ以上の期間についてはそれぞれ個別の案件ごとに関係者と協議の上でプラスアルファの期間を定めるということとして弾力的に対応できるようにしています。これをトレーサビリティ実現のガイドラインとして整理されたんですね。はい、そうです。これがいわゆるガイドラインになります。その下には3つのくくりがありますが、こちらはどういう内容でしょうか。左側のなぜ記録が必要なのかについては、従業員に記録は面倒だからやらないと言わせるのではなく、記録することの意味をしっかり認識させること、これをお示ししております。それから右側のピンクの転ばぬ先の杖としてになります。事故を起こせば一瞬で信頼を失ってしまう、最近では悪い情報ほど SNS で拡散してしまう、そういった状況です。 100-1 は99ではなく0になるということを、これを常に頭に置いて対応していただきたいということです。トレーサビリティはあなたを守る最大の武器になるということなんですね。最大のお守り、そういうことなんです。真ん中の黄色のプラスワンの対応でトレーサもバッチリですが、次の3ページの方につながっていきます。 HACCP に沿った衛生管理が導入され、重要管理点で記録が発生します。ここにプラスワンの対応していただくこと、これでトレーサビリティの対応も容易にできるというものです。これであれば大きな負担もなく2つの対応が一度にバッチリできるというものです。このリーフレットでは生産集荷の段階から小売の段階まで、またカット野菜の製造を事例として掲載しています。 HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の手引き書にある記録表のどこに何を記載すればよいのかがモデルとして示されているということですね。そういうことになります。プラスワンのパンフレットになりますけれども、農産物加工品については5品目、畜産物加工品は6品目、水産物加工品は3品目をモデルとして作成しています。いずれも現場での実証済みですので、事業者の皆さんの現場で活用していただければというふうに考えております。プラスワンの対応でトレサもバッチリですね。はい、バッチリです。このリーフレットの最後のページになります。ここにはトレーサビリティを取り組むことでのメリット、事業者の生の声としてまとめてございます。私もこの2年間でカット野菜、ハムソーセージ、お惣菜、焼き鳥、からし明太子、かまぼこ、そういった9件の事業者の方々、そういった方々を訪問し、工場の中にまで入れていただいて、実際に作業しておられるところを見せていただきました。実際の現場で生の声をお聞きし、五感で受け止めさせていただいたところです。民間認証を取る際やトレーサビリティの仕組みを導入する際、そういった時には大なり小なり従業員の反発があったとお聞きしました。なぜ記録が必要なのかをしっかりとお互いに納得がいくまで話し合ったことで取り組むことができた。その結果、取引先との信頼関係が構築でき、そして取引先が増えたと、言い換えれば商売につながったというお話が聞けたところです。また事故が発生した際にも自分の管理がしっかりできていた、そういった証拠となるということで、自分を守る武器になったとおっしゃっていた方もおられまして、とても心強く感じたところです。そしてここまで対応ができた事業者の方は、次のステップ、実践的マニュアルの方に進んでいただきたいと考えています。ここまでお話を聞いてきまして、加工や製造業者が主体のようで、卸や小売業者の流通の方々へのメッセージはどうなりますか。そうですね、卸し小売の皆さんへは商売をされていれば当然のことですけれども、入荷と出荷の情報をロットごとに記録保存すること、そして万が一に回収を行う場合にはスピーディーに対応できるような体制を構築していただきたいと考えています。これは先ほどの実践的マニュアル、こちらの方に詳しく書かれていますので、これを参考にして取り組んでいただきたいと思います。皆さんこんにちは。
私はお肉や卵を消費者の皆さんにお届けする流通の仕事をしています。こうした仕事を長くやっていますと、本当はあってはいけないことなんですが、お届けした商品を回収しなければいけなくなるといった場面に遭うことがあります。そうした時はちゃんとトレースができていてよかったなと、これは本当に体験したものの実感です。一方でこれを消費者の目線で見てみましょう。お店で商品を手に取るときに、これは不良品じゃないかなとか、この賞味期限は間違っていないかしらとか、普通はそんなことは考えません。お店に並んでいる商品を何の心配もなく買い物カゴに入れる、そういった当たり前の安心、信頼、これを私たちは裏切ってはいけないんだと思います。トレーサビリティの普及というのは、消費者の皆さんが安心して生活できる当たり前の日常、これを実現していく取り組みだと思います。ご一緒に進めてまいりましょう。途切れない、連絡つなげる、最後までトレサで安心で美味しい食品。私たちの作った商品は安全です。その通りだろうと思います。御社のことをご存知のお客様は安心してお買い上げいただけます。しかしこれからは顔の見えないお客様にも購入いただく時代です。どのような原料でどのように作ったかを説明するだけでなく、いつどこから来た原料でどのように作ったかを説明することが求められる時代です。トレーサビリティは安心のパスポートです。そんな商品を私たちはお客様に届けたいと思っております。トレーサビリティというのは商品事故だけの問題ではなく、商品の履歴書です。この履歴書をしっかりと作ることで信頼を得ることができます。信頼というのは失うのは簡単ですが、得るのは非常に時間がかかったり難しいものです。しっかりとこの愚直なトレーサビリティを行うことで、御社の成功や繁栄につなげていただきたいと思います。食品を製造する基礎にトレーサビティがあります。トレーサビティは万が一事故が発生した場合、原料記録、製造記録、製品検査記録から事故品のロットを特定し、最小限での出荷停止が可能です。出荷してしまった場合でも、出荷記録からどこに事故品が出荷されたかが分かり、最小限の回収で済みます。何よりも事故が発生した場合、お客様に明確に原因と事故の範囲の説明ができます。このことからお客様から信頼を得ることができます。今は管理された食品の製造が求められています。基礎となるのはトレーサビティです。皆様も頑張って取り組んでください。もう一つのリーフレット、食品事業者用ケーススタディも作成されていますが、説明をお願いします。はい、ケーススタディですね。検討会において現場の実務者目線で具体的にどこで何をすればどうなるのか、これを分かりやすく示すようにということで作成した資料になります。この対応事例について記録を保存していた場合どういうメリットがあるのか、記録を保存していなかった場合どういうデメリットがあるのか、処理工程の中で対応のポイントを整理してあります。対応のポイントが色で追えるように仕立ててありますので、とても分かりやすいと事業者の方々から評価をいただいております。目で見て追えるのでとても分かりやすいですね。ありがとうございます。この動画では検討の背景や検討会の成果物についてご紹介させていただきました。今回ご説明した資料は動画とともに配信しています。また私ども農林水産省ホームページにはこれまでに作成した各種実践的なマニュアルなども掲載していますので、ご活用ください。すでに対応ができておられる方は実践的マニュアルにステップアップを、手引き書に基づいて対応される方はぜひプラスワンの対応をお願いします。限られた時間内で作成された動画でしたが、さらに学習を進めたいという事業者の方々への対応は大丈夫でしょうか。昨今のコロナ事情で事業者団体で多くの方を集めての研修会などの開催は難しいかと思いますが、
そういった研修会を開かれるようであれば、私どもに直接ご連絡いただいても良いですし、皆さんのお近くの地方農政局の方にご相談いただいても対応できます。どうぞお気軽にご相談願います。動画をご覧いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。これは農産物、水産物、そして畜産物について検討委員会にて確実なトレーサビリティを遂行するためにまとめたものです。今や日本の生鮮および加工食品は国内のみならず世界に向けて安心と安全の翼により大きく飛躍しています。これも皆様の日々のたゆまぬ努力のおかげと感謝する次第です。ただここでこの安心安全を堅守する意味にも、もう一度確実なトレーサビリティの遂行のために努力願いたいと思っております。最後に私から皆様へエールを送り出します。積み重ねましょう確実なトレーサビリティを。オリンピックと同じ思いやりの気持ちで。ありがとうございました。Thank you.